どうも、シュンスティービーです。日本語訳がおかしいディズニーソングっていうね、お話なんですけど、まあ、正確に言うとおかしいっていうか、もうしょうがないんですよ。例えばディズニーってアメリカからこう日本に映画とかが来るじゃないですか。で、映画が来た時に当然日本語訳にするわけですよね。で、日本語訳する時、歌ってすごく大変なんですよ。まあ文字数とかそういう音程とかがもう決まってるので、そこにこう合わせなくちゃいけないっていうのと、あとそれだけじゃなくて口を合わせないといけないっていうのもあるんですよ。例えば、エルサでレディゴーレディゴーって言うじゃないですか。この口に合わせて日本語訳をしないといけないんですよ。だからありのままのってなるわけですよ。そういう風にいろいろと規制がいっぱいある中で日本語訳をしなくちゃいけないので、すごく大変なんですね。さあ、ここで、実際の歌詞とは全然違う歌っていうのが大量にあるんですけども、まずは皆さんご存知の曲、これ Under the sea Under the sea、 これ日本語にすると素晴らしい素晴らしいって訳されてますよね。そうなんですよ。 Under the sea って直訳すると海の下、つまり海底って言ってるんですよね。でもそこで海底海底って言っても意味がわからないですよね。だから日本語に訳すときに口も合わせるために、この Under the sea の口に合わせるために素晴らしいにしてるんですよ。だからある意味ね、本当に素晴らしい日本語訳なんですよね。直訳ではないですけどという意味なんですけど、あとは、もうすごく有名な曲で Whole New World、 A Whole New World、 もうこれを日本語訳直訳すると全く新しい世界って言ってるんですよ。もうジャスミンはその世の中を知らなくて、でもアラジンが魔法の絨毯で連れ出してあげて、君に新しい世界を見せてあげるよっていう意味で、全く新しい世界っていう意味のアホニューワーって言ってるんですよ。でもこれ全く新しい世界って言っても意味がわからないですよね。もう言葉も合ってないし、口も合ってないし、だからそこで日本語では大空にしたんですよ。アホニューワールドのこの口に合わせてね、はい、でいろいろと規制がある中で大変なんですけども、また直接日本語訳してもちょっと意味としては通じにくいよねっていうものもあるんですよ。それが美女と野獣の曲、ポット夫人が歌う曲で Beauty and the Beast ありますよね。あれ直訳すると美女と野獣って言ってるんですよね。 Beauty and the Beast ですから。でもここ美女と野獣で、まあ音程としては合いますけど、でも果たしてどうなんだろうと、そこの歌の部分に美女と野獣ってなんか日本語としておかしいなってなって、もう挙句の果てにはもうガラッと違う言葉で愛の扉にしたんですよね。もう全く違うじゃないですか。 Beauty and the Beast 愛の扉って全然違うけども、でもそういう風にしないともう日本には通じないっていう感じで訳してるんですよね。もうね、この手の話をしたらいっぱいあるんですけど、グリムグリニングゴーストとかね、 Everybody has a laughing place とか、日本にはない言葉ってあるんですけど、ちょっとこの話をすると長くなりそうなのでこの辺で終わりにしたいと思いますけどもね、皆さん、いよいよ今月シュンズ TV のオフ会ですよ。皆さんに会えるの楽しみにしてます。みんなで楽しくね、喋りましょう。下に詳細が書いてありますので、ではまたご覧になってください。ありがとうございました。バイバイ。